リコロール。
んにちは。おうちでトリコロール第2回目を迎えました。イエーイ。本日のゲスト、アイシャルの菅井智代。こんにちは。お邪魔します。なんでアイルランド語を始めたんですか。アイルランド音楽を始めたきっかけは、さっき言ってたアイル、リムリック大学っていうところに留学を2012年からしてたんですけれども、最初に行ったのが2008年の、語学留学で、その時もリムリック大学の語学センターに行ってた。でそこで、パブに行ってセッションを見たりとか、学生のサークルだと思って参加したところが、紹介されたところが、おじいちゃんとか用務員さんとかが練習するサークルで、そこになぜか私も一緒に混ざってティンホイスルを始めたのが。じゃあ別にアイルランド音楽に興味ない時にアイルランドを留学先に決めたっていう。そうですね。でも音楽好きだったので、音楽が盛んということで選んで行ったら、ハマってしまいました。もともとトロヨちゃんは何の楽器から始めたんですか。ちっちゃい頃はあんまり聞いたことない。小さい頃はエレクトーンをやってました。エレクトーン、エレクトーン、はい。それから、それから、吹奏楽部でテナーサックスを。知らなかった。テナーサックス、一生懸命割とやってました。生き物に行って、はい、で高校生の時にそのまま部活でサックスを吹いてればいいものの、もうちょっとこう旋律が吹きたくて、テナーサックスってカウンターメロディーとか結構多いんですね。吹奏楽部で、で、フルートを習い始め、クラシックの、はい、なので、吹奏系は割とこう好きだ、今日トモヨちゃん、フルートとティンホイッスルと、はい、あと最近手に入れたというコンサーティーナを。そうですね、最近、今年随分、去年か、何年待ちぐらいで結構。いや、これはキャロルというメーカーのコンサーティーナなんですが、割と納期が早くて1年1年半か。でも今10ヶ月とからしいですよ。届いたばっかり。届いた、あ、去年だったかな。はい、いい感じに馴染んできたような気がしてます。じゃあ次は、はい、トモさん、コンサーティーナ、はい、見えるかな。見えてるね、見えてますね。
リングウェーブでした。パがないんじゃない？そうなんです。12個の中で。